席の中での勝負の前にネクストのサークルから打席に入るまでの間、はい、打った後のフォアストまでの全力疾走、今のは守備についた時のボールがグラブに入るまでの球際の強さっていうのが、はい、ちょっと感じられないんですよね。あ、そうですか、それはどういった原因が考えられるんですか。この辺りもその4番という打順というものをね、はい、あの非常に欲しい。はどんなバッティングを見せるんでしょうか。さあ4回の表ワンアウト、こちらをインクで2試合勝てませんでした。マウンド上の斉藤です。という気がしますね、はい、外角に変化球が決まりました。これです。その掛布さんがご指摘のその球際ですね。この今ボールがグラブに入った時も目がランナーの方に行ってますよね、はい、やっぱり野球ってのはボールを自分の目で見てグラブに入るまできちっと自分の目でボールを見るというのは基本なんですよね、はい、ですからその一つの基本を怠ったということだと思うんです。これだけのその開幕ダッシュの失敗というものを考えているながら守っているんだと思うんですよ、ですからこの松井の前後を打っているバッターが当たっているだけにそういったことがあるかもしれませんね、思いますね、はい、ツーアウトランナーなし、バッターボックスは駒田、ボールカウントワンツーです。外角へのストレートが決まってツーエンドツーになりました、そうですか、はい、今のコースのボールですね、降りています。以来中6日の登板、開幕戦以来の東京ドームでのマウンドです。駒田打ち上げまして三塁の長嶋一茂がいますがこれはスタンドに入ります、ファールボールです。今日も投球7球目になります。これも気してないっていうんでしょうかね、はい、状態だけで投げてるような感じが強かったんですよね。あ、そうですか。打ち返したセンターバックどうか取れるか、勝負がないと。ツーアウトから駒田ヒットで出塁、ランナー1塁です。はい、何しろ先週甲子園でのマウンドは6回途中までで126オーサーを指摘していまして、打ち取りに行ったボールでファールを打たれていたんだという話をしていました。そうですね、7番の谷繁、ジャイアンツ戦でもいいところで打っています。引っ張ったサードゴロ、長嶋ワンバウンドを取ってセカンドへ送球しました。